イスラエル海軍、シャルダグ急小海底の2 5ト、mm、ル機関砲、搭載型台風運及びミニ台風運は、イスラエルのラファエルアドバンスドディフェンスシステムズが開発した関西兵装の搭載システム。砲安定装置とリモートウェポンシステムを組み合わせた装置であり、開発したラファエル社では、合計3 0ト、mm、ル以下の機関砲を想定した台風運を ネイバルステーブルイズドウェポンステーションより小型で機関銃を想定したミニタイフーンをネイバルステーブルイズドマシンガンシステムと分類している。1995年には小海底により試験が行われ、1997年にはウルトラ型小海底に搭載されることで初輸出に成功している。軽量で艦隊の甲板をくり抜くことなく、 甲板上に据え付けることで運用が可能なシステムである。システム自体の有する弾道計算機能や姿勢制御機能を用いた RWS としての遠隔操作のみならず、艦の有する機器との連動や手動による運用も可能となっている。大型艦の近接防御火器として、また小型艦艇の手法としての売り込みが行われており、特にミニタイ風運は、 高天下や厳しい海峡でも活動する小海艇の主力装備の市場に眼目が置かれている。ラファエル社の輸出部であるプロテクターの下記としてもミニタイ風運が用いられている。ありがとうございます。